皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回は古典文法の勉強のやり方、手元解説お見せしましょう。使う参考書こちら、優しくわかりやすい古典文法。ステップアップノートでもね全然 OK です。トミーの古典文法を初めから手に、今回でちょっとこれ登場あんましないと思うんですけど、この優しくわかりやすい古典文法を使ってどんな風に勉強すれば古典文法マスターになれるのか、それを紹介していきたいと思います。手元画面へどうぞ。今回はみんなが苦労しがちな助動詞をどう勉強するのか、基本ねどの範囲もやり方同じなんですけど、やっていきたいと思います。古典文法で最初超重要なことを話すと、上側ステップアップノートも同じような形式になってます。覚えるページがあります。これを覚えた上で問題解くというやり方でやっていく流れになります。この解き方とかはもうめちゃめちゃヒントなんで、もう全然無視しちゃってください。まず上側を覚えることを最重要課題だと思ってください。特に覚えてほしいのは接続、意味、活用、そしてそして意味の使い分けですね。この辺の意味の使い分け、接続、意味、活用、意味の使い分け、この4つを古典文法の助動詞の場合は暗記をしていってください。時間計った方がいいですね。3分間で頑張って覚えたいなと思います。3分間スタート。3分経ちました。高田は覚えられてるのか、閉じてやってみたいと思います。助動詞、接続は連用形、意味は完了共意並列、活用は定定通つるつれてよ、意味の使い分け代表として載ってたのは、下が推量の場合は共意の訳になる、手む手ましつらんつべしの定とか通は共意の訳になる、下が過去形の場合は完了の訳になる、でもう一個定点っていう風に点が来た場合は接続助詞の場合があるので注意する、チェック。 OK。さっき過去って言ったけどね、てきてけりの場合が過去、完了ってね、ちょっとまあニュアンスだけ違う感じですけど、ほぼ OK でしょうっていう感じで、接続、意味、活用、意味の使い分け、この4つを覚えるってことをまず頑張ってください。そしたらその下の問題余裕なんでね、問題解いていきましょう。問題解いてみました。丸付けやっていきましょう。正解ですね。でここで一応やっといてほしいことは、なぜその意味になるのか、さっきの意味の使い分けが使って解けてるのかどうか、やっといてほしいなと思います。例えばね、今回の場合1番と2番が意味の使い分けを使って意味を見抜く問題だったんですけど、見たまいつべし、つべしはここに書いてあるよね、つべしは教員になるよ、水量の助動詞がつくと教員になるよ、だから教員で僕も正解しました。で2つ目、てけり、てきてけりの手は完了だよ、完了、正解しました。こんな感じで上を覚えてると下の問題は超余裕です。古典文法もなんとなくやフィーリングで解いてては絶対に成長しない。今みたいに自信を持って理由付きで正解できるようになってほしい。その前の段階として上側のインプットを全力でやってほしい。古典文法の助動詞なら意味、接続、活用、意味の使い分け、この4つを頭にぶち込む、これをみんなにぜひやってほしいなと思います。そしたらあなたも古典文法マスターだ。今回登場しなかったんですけど、この本よく使う人いると思うんですよ。トミーの古典文法はじめから丁寧に、古典の文法のね授業を受けたけどそもそもちんぷんかんぷんだったとかね、そういう人とかはこれで調べながら読んでやっていくと、さらにもっと理解が深まってね、勉強のスピードも上がると思います。古典文法ちょっといまいち苦手だなって人は、まずこの本を読んでから今みたいな僕の作業をねやってもらえたらと思います。以上が古典文法の勉強になります。頑張ってね受験生のみんな、今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。